From You to Japan のノブです。今日は2021年6月18日に撮影しています。この動画は月10分で理解する実践の動画6月号としてお届けします。今日お話しする話は2点です。1つは姿勢理解のハードルの高さについてと、もう1点は令和3年度4月から始まってますが、会計の中で補正予算が組まれた回数とその内容についてお話しします。まず最初なんですが、姿勢理解のハードルの高さなんですが、私がこの5月6月で感じたことは、緊急事態の自粛の期間があったので、市役所の中で行われる審議会協議会の傍聴も相次いで中止になりました。このことによって私今まで傍聴に通ってて、それで姿勢を理解しようとしてたんですが、傍聴に通えなくなって、その代替案もなかったので、本当に姿勢理解が分からない難しい状態になりました。市役所の中で何が起こってるのかって、会議っていうものは開かれてたんですね。オンライン化されて、でただそれを知る手立てがなかったんで、その審議会がどういう方向に進んでいくのかやっぱり理解ができなかったです。で、傍聴中止されましたけど、これからやっぱりそれに代わる措置っていうのは必ず必要だと思います。これ市役所は規定してないんで、傍聴自体も規定はしてないんですが、傍聴させてくれてるっていう状態ですが、議事録を早く用意するだったり、議事録は今ものすごく簡単なもの、要約された内容だけになってるんですが、どの委員が何々に対して発言した、で職員はどういう答えを返したっていう、ものすごい正確な議事録を早く公開できるような措置を取る、あとは市民の傍聴をオンラインで閲覧できるようにする、この2つはしっかり用意してほしいなと思います。じゃないと市役所で何が起こっているのかやっぱりわからないし、市役所に関わっていこうっていう市民が増えないし、増えてもらわないと市民は生活が向上しないです。で、直接見ることと、その時間を使うということ、傍聴本当につまらないですが、自分の興味ないものに関して言えば本当につまらないし、そんなことに時間をわざわざ使いたくないと思いますが、この直接見ると時間を使うっていうのは本当に大事です。この傍聴行ってない期間1ヶ月半改めてやっぱり感じましたね。直接見るということはやっぱりどの委員がどういう発言したで、どの職員がどういう答弁をしたということで、それぞれの意図は分かりますし、で会議がどういう方向に向かっているのかってしっかり分かります。これが直接見ることの大事です、大切さです。で、時間使うということも同じで、内容要約された新聞読んだり広報を読んでも分かった気になってるだけで、やっぱり会議の中身分かってないですね。会議の中で委員がどういう発言したで、それに対して職員がどう答えたかで、その発言の重さだったり、その施策に対しての、同じ方向性ですけど、方向性がちゃんと分かってくるんで、本当に時間を使って自分の中で分かる、理解するということを行うこと、非常に大事だと思います。質問答えを追うということが本当に大事です。で、そうやって知る調べるっていうことをやめてしまうと、どうしても自分の意見に固執して、その新聞だったり広報氏を入れてきて、自分の解釈だけで物事が終わってしまうんで、なかなか新しい考えだったり、市がどうやって向かっていこうかっていう理解しにくいです。で、もちろんずっと調べるなんか自分の生活もあるんで、続けていくことできないですが、なんとかモチベーションをここに見つけて、姿勢を理解していくんだ、姿勢に関わっていくんだ、そうすると生活が改善されるんだということをモチベーションにして、なんとか姿勢に興味を持ってもらう人が増えてもらえたらなと思います。何回も言ってますが、いつも私はこの動画で言ってますが、傍聴を伝える人っていうのがいるんですね。人たちがいるんですね。今誰もいないです。私一人ぐらいです、市民で言うと。で、市民レベルもそうですし、報道機関でもそうですが、もっとたくさんの方が姿勢に関わって、姿勢を発信していく、傍聴を伝えていくことが必要です。なんで、傍聴を伝える、姿勢を伝えるっていう人たち、機関をこの社会の中で支えていける環境でないと、市民の生活というのは良くなっていかないです。はい、姿勢を気にして関わっていったら、これもいつも言ってますが、生活出費が減るんですよね。それは余計な事業にお金使ったり、全然違う方向向いた施策というのはなくなっていくんで、生活出費が減ります。で、人と交流ができます。交流が増えます。やっぱりお互い姿勢気にしてたら、協力して関心を持っていくことで、協力して何かに取り組むことって増えてくるんで、人と交流したら
ね、その人と会って嬉しいだとか笑顔になるとか良かったなという気持ちになるし、孤独でいることはないんで、まあ楽しい生活が送れるようになります。でもう一個が生活の問題が改善できるということです。で人と交流することによってやっぱりお互い持て余しているもの、ものなのかサービスなのか分かりませんが、それが交換し合えるんで補えるということなんで、生活の問題ではだいぶ改善されます。今の状態、日本の状態だとやっぱり一人で全部自分の面倒を見ないといけない、で何かあるとサービスを購入しないといけない、もしくは市に対してでも使用料を支払って何かを利用しないといけない、そんな風になってくりますが、これ人と人が交流できてたらそういうものは一切なくなるわけなんで、ほとんどで賃金で交換とかはあるかもしれませんが、基本的にやっぱりみんなで一緒に住んでいける環境を作るということが生活を改善するのに大事なのかなと思います。これが姿勢理解のハードルの高さで、まあ、感じたところです。ちょ最後はまとまってないですけど、いつも言ってることで姿勢を気にしましょうということでまとめてますが、6月は姿勢理解が本当に難しかったなと感じる、1ヶ月でした。でもう一つお話しする2つ目の話は、令和3年度にもう始まっている会計の中で組まれた補正予算の説明です。これが1号から4号まであります。で今週に5号目が出てると思うんですが、この5号目は私、把握してないんでなしにします。令和3年始まって、4月から始まって最初に組まれた補正予算第1号は 1.4 億円つけられました。これは児童福祉費、コロナですね、コロナにおける給付金ですね、生活困窮している一人親世帯に対して最初の子供5万円、2人目から3万円、そういうような勘案の仕方で 1.4 億円の補正が4月頃に出てます。2つ目も同じで、児童福祉費、これが今度一人親だけじゃなくて2人親も対象にした、対策で 2.6 億円ついています。で3号目からが3、4、5が、6月議会、今ちょうど始まってる会期中なんですが、ここの中で話し合われるものです。で一部はもう話し合われました。最初に3号の説明だと、ワクチン事業に追加する対策として 1.6 億円ついてます。で交通費、公共交通の事業に対して支援が420万円あります。これはバスとタクシー会社に対して、宇治市に事業者があるところに10万円ずつ支給していきますっていうものです。で3つ目が企業の応援の支援金です。これが 3.6 億円ついてます。京都府の今回の協力金って呼ばれるものの対象になってない方が対象です。で詳しくはやっぱり京都府のホームページと宇治市に問い合わせして確認する必要はありますが、ここに企業にそれぞれ10万円ずつ支給するという、対策が取られてます。でその額が 3.6 億円です。 3.6 億円のうち半分、 1.8 億円は国の補助金で、残り半分は宇治市の基金、宇治市が今まで有事の際に何かあったら使いましょうって貯め込んでたお金の、そのうちの 1.8 億円を使うということを決めました。でこの 1.8 億円という額がなかなか私は大きいなと思って、宇治市の基金って今17億円ぐらいあるんですね。これに対して 1.8 億円なんで、その約1割を取り崩すということになるんですが、今までこういう事業があったのか、何に対して財政調整基金を使ってきたのか、その確認が必要だと思います。もう1点、3号の最後の項目は話し迂回やりますよということで、1500万円補正予算がついています。これはまあこのお金は観光庁からの補助金で1500万賄われるんですが、なんで今この観光なんだろうということ感じます。まず全部なんですけど、企業支援の 3.6 億円14万円ずつ支給するというのも大事なことやと思いますが、どうして宇治市の財政調整基金の1割も取り崩すんだろうということで、やっぱちゃんと確認が必要だと思います。で補正予算の4号目が、債務負担設定行為の公募にかかることと、森林を守る基金、それに対して負の木材を使用しましょう、小学校の備品に使用しましょうということでお金が少し出てますね。最後に西小倉の駐車場の、設計にかかる費用に補正予算がついてます。で公募についてはまた、次回お話ししたいと思いますが、
今日の話は、市政理解のハードルの高さと、今まで令和3年始まってからの補正予算が何回組まれたのかっていうその説明です。6月議会今始まってるんで会期中なので、ぜひ、皆さんも動画、市議会の方の動画は、YouTube でご覧ください。今日の動画投稿以上です。